謎の泥棒が街で銀行強盗を繰り返しています。犯人は独特の行動をとり、犯行現場に2つのシンボルが描かれた謎めいた絵を残していきます。刑事たちは困惑していますが、警察犬が泥棒を追跡し、錆びれた地区にある古い家にたどり着くことができました。刑事たちは3人の容疑者を見つけましたが、それぞれに強力なアリバイがあります。ワイルドローズ氏は、友達と誕生日を祝っていましたと言い、スノーベリー氏は、夜の芸術展を見に行っていた、残念ながら中で写真を撮るのは禁止だったんだと言い、グリーンマン氏は、風邪をひいて家にいたけど母が介抱してくれていた、母がアリバイを証明できると言っています。泥棒が誰だかわかりますか？事件現場の写真を覚えていますか？そこには雪の結晶とベリーが描かれていましたよね。このヒントはスノーベリーを指しています。刑事たちはスノーベリーを逮捕。しかし彼は独房から脱出する方法を見つけました。警官たちは3階建ての牢獄の建物の周りを追い回します。スノーベリーは屋根の上に隠れ、そこから飛び降りることにしました。彼はなぜ木を伝わず飛び降りることにしたのかわかりますか？木を伝えば鳥たちに刺激を与えます。鳥が飛び去れば警官たちは彼がどこにいるのか気づくからです。飛び降りたスノーベリーは気を失いました。しばらくして目を覚ますと、小さな部屋に閉じ込められています。スノーベリーは辺りを見回し、ドアを見つけました。ドアを開けようとしますが、鍵がかかっています。ドアには3つのボタンがありました。左のボタンには丸、真ん中のボタンには三角、右のボタンには四角が書かれています。どれを押せば鍵が開くのかは分かりません。幸運にも彼は12、4、8という3つの数字が書かれたメモを見つけました。どのボタンを押すべきか分かりますか？ドアの真上に時計がありますが、それには理由がありそうです。12、4、8を線で結ぶと三角形になります。つまり押すべきは三角のボタン。スノーベリーは脱出に成功。お腹が空いた彼はレストランに立ち寄ります。ウェイターが2つのトレイを持ってきました。2つの食事には3つの違いがあります。3つとも見分けられますか？正解を発表しますよ。この3つです。警官たちはレストランでスノーベリーを発見。犯人を捕まえようとしましたが、この通りに隠れてしまいました。スノーベリーを見つけることができますか？彼はここにいます。ついにスノーベリーは刑務所に連れ戻されます。しかし街中が歴史博物館で起きた別の犯罪で揺れています。展示会中にアンティークのエメラルド像が盗まれたのです。この美術品は高価でとても珍しいものでした。刑事はすぐに捜査を開始。犯行現場の近くにいた3人の容疑者を見つけました。しかしそれぞれが窃盗への関与を否定しています。ジェフは、最近警察署から出所したばかりなんだ。評判を回復したいので法に触れることは避けたいと言い、作家のピーターは、くだらない像のために自分の評判を落とすようなことはしないと言い、フランクは言う、お金には困っていません。美術館ごと買い上げるだけの金があるんですよと言っています。犯人は誰でしょう？フランクです。お金持ち風を装っていますが、それならなぜ偽ブランド品を身につけているんでしょう？モリーの子猫が行方不明。公園でペットを探していると見知らぬ3人組に出くわしました。このうちの1人が彼女の子猫を盗んだようです。誰かわかりますか？左の女性はおもちゃの猫が入ったバッグを持っているだけ。真ん中の女性は妊婦さんです。でも右の男性は服の下に本物の子猫を隠していますよ。グリーン氏が経営するホテルでおかしな事件が起こりました。水槽からすべての魚が消えたのです。夜も遅いのでグリーン氏は4人の従業員に容疑者を絞ります。ポーターのボビーは、一日中客の荷物を運んでいて盗みを働く暇はありませんでしたと言い、
清掃係のエイミーは、私が出社した時水槽はすでに空でしたと言い、ウェイターのハリーは、一日中仕事をしていて水槽付近には近づいていませんと言い、支配人のメアリーは、魚は苦手で犬が好きなんですと言っています。4人の話を聞いた後、グリーン氏は魚の窃盗犯が誰だか確信しました。あなたはわかりますか？床の水たまりを見てください。ハリーから水が滴っていますよ。水槽の魚を捕まえようとしたんじゃないですか？ローレンがグリーン氏のホテルにチェックインしようとしています。ロビーで彼女は3人のポーターを見つけ、荷物をお願いしようとしています。でも信頼できるポーターは1人だけ。誰が信頼できそうですか？左のポーターは左手と右手に2つの腕時計をしています。左の時計は大きすぎるので多分盗んだものでしょう。泥棒に荷物を預けるのは危険です。一方、右のポーターは幽霊です。足が地面についていません。ローレンは真ん中のポーターに荷物を預けるべき。とはいえ、私ならこんなホテル一刻も早く出ていきますが。ローレンは地元のナイトクラブへ行きました。そこでカイル、トム、ニックの3人にダンスに誘われます。でも一緒に踊っても大丈夫なのは1人だけ。誰だと思いますか？トムは鋭いスタッツ付きの革ジャンを着ています。踊っている時にローレンを傷つけてしまうかもしれません。カイルの足を見てください。すでに狼男に変身しつつあります。ホテルに戻ったローレンは部屋から大事なネックレスが盗まれたことに気づきます。ロビーに駆け込んだ彼女は支配人、清掃員、宿泊客、ポーターの4人を見つけました。彼女が、私のネックレスを盗んだのは誰？と尋ねても、4人とも盗みなんかしていないと断言します。泥棒を見つけてあげられますか？マネージャーです。ローレンのネックレスをコップの水の中に隠しています。翌朝、ローレンは庭で朝食をとりました。突然、何者かが彼女にペンキバケツのいたずらを仕掛けます。ホテルの宿泊客を見てください。誰がやったかわかりますか？間違いなく左の男性でしょう。ズボンにペンキのシミがありますよ。色もいたずら用のペンキと完全に一致しています。庭でローレンはとても興味深いものを見つけました。生きてはいませんが、指が5本あります。何でしょう？手袋です。グリーン氏がオフィスに入ると、机の上にサプライズプレゼントが置いてありました。誰かが彼の好きなチョコレートを送ったのです。グリーン氏は従業員に質問します。しかし、誰もが送り主であることを否定します。清掃係のグレンダは、オフィスには入っていません。トイレ掃除で忙しかったんです。と言い、秘書のホリーは、2時間前に書類をお持ちするためにお部屋に入りました。チョコレートには気づきませんでした。と言い、マネージャーのキラは、あら、チョコレート好きだなんて知りませんでした。30分前に勤務を始めたばかりですが、ロビーから出ていません。と、それぞれ言っています。グリーン氏に好意を寄せているのは誰なのでしょう？キラはグリーン氏のオフィスに入っていないと言いましたが、ヘアピンが床に落ちていますよ。グリーン氏はキラを地元のビュッフェでの昼食に誘いました。メニューはピザ、パスタ、サラダ、お寿司の4種類。どの食べ物なら安全か分かりますか？このパスタには靴ひもが混ざっています。食べるのは危険。お寿司の上には蜂が止まっています。刺されるのは嫌なので、こちらも避けた方が無難ですね。ローレンは森に散歩に出かけました。突然、不思議な光が漏れる怪しげな洞窟が現れます。洞窟に入るとパラレルワールドにテレポートしてしまいました。パラレルワールドでは普通の世界と何が違うでしょう？この女性は
手に靴を履いています。妙ですね。